来るべき参議院選挙、最大の争点は安定した政治の下で新しい時代への改革を前に進めるのか、それとも再びあの混迷の時代へと逆戻りするのかであります。そして令和の日本がどのような国を目指すのか、その理想を語るものは憲法です。しかし残念ながらこの1年、国会の憲法審査会は衆議院で2時間余り、参議院ではたった3分しか開かれていない、議論すら行われないという姿勢で本当に良いのかどうか、そのことを私は国民の皆様に問いたいと思います。高齢者の皆さんにとって大切な年金について具体的な対案を、この対案もなきままに、ただ不安だけを煽るような無責任な議論は決してあってはなりません。安倍内閣はこれからも経済最優先、景気の下振れリスクに対しては躊躇することなく機動的かつ万全の対策を講じてまいります。